はい、お知らせですね、はいえーと、ホワイトベースのです、ね、動画ではです、ね、商品レビュー等をやっております。 でまあ、商品レビューだけじゃないんですけどもそうしたあ動画がですね、えー、まあ,あの洋品店さん等の売り上げで、えー、役に立つのかですね、えー、たまになんですけど本当にたまになんですけども、えー、二宮祥平が動画でおすすめしていたものということでですね店頭ポップを出していただいたっていう話をですねちらちらとこう耳にする機会がございます、まあ、僕が出してって言って出してくれたあのパンの虎さんみたいなケースもありますし、えー、ガーバード のバダ,サダバダサダですねはいとしてですね、えー、動画をやってますので、はいそのポップが出てるということはあるんですけども、まあ、そういう知らないところでですね、えー、出てるっていう話を聞きました。で、あのそれ、非常に僕らにとってですね、えー、嬉しいことなんですね。なんでかっていうとうあののオートバイの オートバイ紹介の動画はこちらのですね在庫商品を売るためにやっているものなんですけどもそれ以外のものっていうのはオートバイをですね愛する人たち興味ある人たち、まあ、を含む業界全体ですね主にまあ消費者さん一般ライダーの皆さんなんですけどもそうした方のお役に立てればということでですねやっているものです。でそれがです、ねえー、他のですすねね他ののお店屋さんの売り 利上げにまでつながっているっていうふうになるとですね非常に喜ばしいです。なので、えー、もし あのーまあ、いろんな用品レビュー今やってますし、まあ、今後もやっていくと思うんですけども、えー、そうしたです、ね、動画をご覧になってです、ねえーまあ、その動画でやってたものだということで、えー、ポップ作ってくださる、えー、という場合はです、ね、特に、あのー、私に対して何かあ許可を求めるようなことは必要ございませんので、えー、どんどん あのー、なんだよ、こんなやつの動画のこんなやつの顔を張りやがってということで,です、ね、あのクレームが来るかもしれないけどそういう場合は完治いたしません。はい <laughs> とか言っっちゃってまますけどね、まあでもし、ですねそういってポップ出したよっていう件をですねご連絡いただいたりとかですねツイート等でいただけたりしましたら僕の方でリツイートもしくはツイート書いたりとか動画の中で紹介したりしてですね援護射撃を入れさせていただきますのではいそれがですねあの まあ、あ全て、えー、いい感じに回ってくれればですねあのみんなが得をするみんなが笑えるいい話になると思いますので、えー、よろしいんじゃないかなというふうに思います。であのー、まあ そうしたポップに関して、えー、私のですねあの動画、その話をしてた動画からあスクリーンショット等を,を撮って、でですねで、えー、印刷して、えー、ポップの中で使うとか、ですねそうしたことについては、ですね、えー、全然、あのー 許可、許可、許可っていうのかなあの、許可させていただきたいと思います。あの使っちゃってください。はいえー、そのあたりはあ特に制限も受けませんので、はい、ただ、あのーまあ、これ、言う必要ないと思うんですけども、制限あのこちらの方でですね制限させていただきたいのは、動画の内容と異なる内容をですねポップに書くというのはですね、えー、控えていただきたいということと、であとですね、 えーとね、ホームページの方にもちょっと書きはしたのですが私の名前や弊社の,その会社名を付けたあの商品ですね。 を、えー、お,お,お作りになる際はご一報くださいあの禁止はしてないんですよ。えー、例えばその、今までですとお、レストランさんでホワイトベースセットみたいなのを作ってく,くださったりとかですね、あのそうしたことに関して、別に、あのー、禁止はしてお,おりません。はいえー、ただあの、一定の基準を設けさせていただいてますので、 えー、それはあの連絡いただければ幸いです、あのそういうのを作ったらあいきなりそれは金をこせという話になるとか、そういうわけじゃないです、はいなんですけども、えー、結局、全体的に盛り上がっていくことが僕、先だと思いますで、盛り上がってですね、えー、お金が回るようになって、でその効果がですね十分に発揮できてから、僕はですね、でお題はいかほどいただけるんでって言えばいいのかなと思ってるんですけども、まあ、それまではですね、えー、ただそのネタ的に盛り上がってくれればいいっていう。 ふうな思いでやっっっててますのでで、えー、使っちゃってくださいであとですねあのこれはないと思うんですけども著しくですね、えー、まあ弊社のブランドイメージをですねいや評価を,を,を損ねるような表現というのは差し控えいただきたいですまあでもね普通にあの商店やっててそんなことすると自分の店のイメージをまず先に下げるからそんな人はいないと思うんですけどもまあ,あの世の中いろんな人がいますんでこういうことを私が言うとですね、えー、逆手にとって嫌がら 合わせをしてやろうという人も悲しいかなこの業界には結構います。はい。ただそういう人たちをですね排除できないというのも事実ですので、こうしたことは言わせていただきました。はい。 であと、まあ細かいことをお聞きになりたければ、ですね、えー、ぜひこちらの方にメールをください、はいそうすればあの回答させていただきますので、基本的にあの動画で、えー、これだけですね顔を出したいものを言っている人間なので、えー、それをこう引用いただくことについては制限してません。はい あのなんかこうコピーしたり、ね、えー、改ざんしたりとか、あ自分がオリジナルのもののようにこう作り変えてしまうっていうのはですね、えー、ちょっと、まあ、ありえないとは思うんですけど、まあ、でもそういう前提で話が来ることもあるんですよ、まあ、それはちょっとあのご遠慮いただいてますけれども、まあ、そういうことはないとは思いますけどね。はい、というようなあことです。まあ、あとは、まあ 私のふりをして商品出すとかね、あのうちのブランド、うちの名前を使って、例えば僕、本出してますけども、春夏秋冬とツリングに行って二宮翔平の本出してますけども、あのホワイトベースをなんとかっていう本を全然関係ない人が出しちゃったって、あでも利用していいって言ってたんでしょっていうようなことは多分ないと思いますけども、まあそういうのは、あの、だめですよ。はい。店頭ポップで動画と同じ、まあ、いいや、もう話やめましょうか、まあそんな当たり前なんで。で、えっ、ー、と、もしですね、 あのまあ、僕がまだレビューしてない。 レビューしてないけどもあのこれどうだとお使,っ使ってみないかということで、えー、も,しくはもしくは食べてみないかということで,ですねあの、提案がありましたらあのぜひ遠慮なくおっしゃってくださいで僕もそれについての,あのレスポンスや意見は遠慮なく言いますので,でそれがもしですね、お互いこう言い合う中でですね、提案し合う中でリンクするものがあればやればいいと思いますしあちょっとそれはあのお互いの利益にはならないな こっちばっかりもうけちゃうな、向こうばっかりもうけちゃうなっていうようなことになれば、ですね、えー、それはまたそのバランスを取るために、どちらかが費用を負担するということになるとは思うんですけども、えーまあ、そうした形で、ですね、私の活動がですね、皆様のお店とやってらっしゃる会社さん、個人さんのですね、お役に立てるのでしたら、はい、あのぜひそこは役に立てていただければ幸いだと思っております。はい というわけで、えー、二宮将平、フリー素材化ということで、えー、フリー素材化問題って前、言ってましたけれども、まあ、フリー素材にしていい部分もあるなって最近気づいたんですね。はい、なので、えー、そこは今、アナウンスをさせていただいたとおりでございますので、はいえー、ご利用、ご利用というかな、あのーまあ、もし分からなかったら、なんかあの連絡ください、そうです私からもすぐお話しさせていただきますので。はい であと、まあちょっと話変わりますけれども、えー、と取材等のお話ですね、えー、につきましてもですね、えー、引き続き特にこちらの方で、えー、受けたま承っております。でああのー、まあ まあ前のときの動画も上げてますけれども、あの報酬は特に金銭に限った話ではないので、えー、あこちらにはその,その分の利点利、利があるなと思えば、別に金銭なくてもそれは受け答えますので、その辺についてもですね。 引き続きお話を振っていただければ、皆様のためになることでしたらですね、喜んでさせていただきたいと思います。あの動画撮ってからですね、あの割と反応があるんですよ。えー、だからまあ、よかったなと思ってます。ポップ利用の件についてもですね、えー、同じようにですね反応があれば、あ非常にこう幸いでございます。はい、というわけで、えー、皆さんのバイクライフとですね、バイク業界、皆さんを含むバイク業界、僕ね、売る側のっていう意味でバイク業界と言って、 ないんですよ。もうメインはライダーの方です。はい、利用する方ですね。えー、それを含めたこの業界っていうのはですね、えー、盛り上がれば非常にこう幸いでございます。はい、どうもありがとうございました。